まあ、この国の絵画というのも新しいものはいっぱい出てきておりますけども、本学の日本画コースではまずこの国に昔から伝わっている伝統的な日本画の技術を習得しようということで、まず自然を見つめて写生をじっくりやろうというところから始めています。で、まあ、具象絵画なので抽象的なものはあまり、描かないんですけれども、まず写生をじっくりして体の中に自然の美しさや不可思議さを入れて、それをこの国に伝わってきた伝統的な材料で絵画として表現していこうというようなことを中心にやっております。あくまでも具象絵画を中心に勉強してますので、あまり抽象的なものにはなってないんですけども、具象絵画としては随分みんな充実した画面を作ってくれていると思っております。